あ、なんかウォークロードまた出てきた。お前また出てきたの。こないだも出てきたの。あー、それやばいやつ。危ねえ、食らったかと思ったけど食らってるな。やべ、守りの薬1個使っとこう。あ、こいつ結構なんかワープで遠距離、ほらワープめっちゃ使ってくるんだよこいつ。結構ね、こいつ厄介なんだ。動ける全部。こいつのとりあえずビルゲージは半分削ったから、もうちょいリミットブレイク使ってビルゲージを削って、で、ガウジで、なんだろう、テイクダウン取れる寸前ぐらいから使って、ダウン取って、点数も稼ぐ作戦でいこう。そろそろいけるか？ガウジだ。よしよし、いいぞ。オッケー。ダウン取った。あ、待って、当たってる？なんで当たってないの？危ない危ない。空中で使うんじゃなかった。ミスった。空中で使うんじゃなかったな。作ったら。これでもスパレットサイクル取ると回復してる。よしよし。あ、待って、もうテイクダウンの位置早くね、お前。そんなすぐ回復するの早すぎだろ。あぶね、それやばいやつ。あぶね。なんだ、その強そうなビーム。めちゃくちゃ強そうだな。やべ、あぶね。あぶねえな、お前。これ何？もう当たるのかよ。受けられなかった。ダウン使っちゃったもん。よし、とりあえずこれで。ビルゲージを削って、あぶっ、よし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 。で、次のスカペットも、うわ、また受けるのかよ。ビルゲージ削るようにするか、手数の稼ぎように使う。あ、いって、危ねえ。でもなんか、次、あ、結構こいつの大振りに当たるのが悔しい。削り切れそうかな。よし、これで、スカレットサイクルが手数使う。で、このまままた、アビリティをかませてって、手数で稼いでいって、大事の怒りも入れて、最後に、叩き出す。あ、入んなかった。あれ、死んでんじゃないこいつ、もしかして。死んでんのに撃っちゃった。人がいるはずだが。ミスったら。今は無事なんで、無駄撃ちになっちゃったじゃん。ふざけんなよ。まあ、完全に俺の HP 管理が甘かっただけなんだけど。お、ハイポーション助かる。こっちは宝箱が落ちてる。これにしても、むごいことになってんな。ブレス、フレアブレス。あ、バハットのアビリティ関連から。あれ、こっち、こっからいけねえの？あれ、ここのポーションどうやって飛んだ？ちょ、あったよな、今。あれ、消えた？え？俺の気のせい、今。なんか、青い光見えた気がしたんだけど、気のせいか。じゃあ、先急ぐか。うわ、なんかまた中ボス出てきそうな雰囲気だな。めっちゃ出てきた。なんだ、今度は異物か？なんで？アルテマの、あ、異物ってアルテマのなんかあれか、召喚物系なんだ。魔物なんだ。この辺知らなかった。じゃ、とりあえずまあ、雑魚敵はまあ、カットしても良さそうです。で、どうせまた雑魚敵倒してたら、そのうち中毒が出てくると思うから、その辺までカットしちゃう。ええ。とどめを刺して、あ、ついに倒しちゃった。あ、ほら、まためっちゃなんか来たよ。でも今回中ボスではないんだな。またじゃあ、スペクターを倒して、プロテスを使ってくるやつをとりあえず一掃して、こっからだな。あ、もう一体やっぱプロテス残ってる。プロテス出せる。お前だな、スペクター。よいしょ、これでもあとはアビリティでプロテスを解除させて、巻き込むよ。スカーレットサイクロン。これ初級アビリティにしては本当に強いよな。なんでこの強いんだ。全体巻き込める雑魚処理には本当に向いてる。第一の怒りも一番向いてるんだけど、あれはやっぱアビリティ打った後の時間また使えるまでのインターバルが長いからな。なんか強そうなの出てきたら、お前、あなたの到着をアールバルズ、こいつと急に戦うの嘘だろ。まさか戦わないよな。ロザリス城の地下で聞いた。クッパが担いでった男だよ、クライブちゃん。ウォールードの兵士だな。この町のアカシアは貴様らの仕業か。そのような俗な呼び方はやめていただきたいです。何様だお前。俗みたいなことしてんじゃねえかよ。自我謎という人の汚れから解き放たれた無垢なる者たち。何言ってんすか。頭おかしいのかな、この人。そう、いわば神の兵。鎧着てるってことは、そしてここでやる気満々ってことだよね。彼ら以外は存在しない。どういうこと、何言ってんだ。なんてこと。
いいでしょう。あなたとはぜひ一度戦ってみたいと思っています。マジかよ、こいつに勝てるからめちゃくちゃ強そうだったけど。であれば必ずやバルナバス様もお許しくだされ。あ、そうか、一応アルテマの器として認識されてるから、殺したら怒られるんじゃない？初めて本名聞いた。フルネーム言うやつ大体死ぬんだよな。お、何その技。あ、何、大したことなくない？何いきなりうろたえてんだよ。ハールバラスさん、こいつなんか新しい名前の人に、ね、何それ何それ、その床のやつ何ですか。ちょっと待って、すいません、くしゃみをしてしまいました。カットさせてもらおう。いや結構攻撃早いぞ。何のこいつ。あ、間違えて大地の怒り使っちゃった。ミスった。でもいいダメージ。よいしょ。このさ、あ、お前やっぱ大したことねえな、さっきから。なんで同じようなパターンで防がれてるの。よいしょ。危ねえ。待って、 HP やばかったやつだけど、こいつの攻撃結構重いのでは。ちょっと見てなかった、やべ。スカーレットサイクロンでウィルゲージ削って、その間またウィルゲージを削る。わー、こいつは移動早くねえか、こいつ。よいしょ、いい攻撃。このままウィルゲージをできるだけ削って、また外耳を使って、テイクダウン寸前まで持ってきたい。いやもうなんかもうクライムのリミットブレイクがすごすぎる。え、ちょっと待って、トールガルなんか変身してんだけど、いつの間に。やぶねえ、お前の攻撃なんか当たらねえよ。わ、やべやべ、なんかお前フェンシングみたいな攻撃してくんねえ。フェンシング部でもやってたの。だからあの神々しい姿になってんじゃん。あぶねえよ。いや、おし、お前こいつ3回目だぞ、防がれたの。何回目だよ、弱すぎだろ。でもこいつも本気じゃないんじゃないの、もしかして。なんかそんな感じがするんだけどね。あ、でも一発一発は重いな。これこのまま持っていける。よし、大事で、鉄を稼いで、よし、いいよ。このまままた鉄を稼いで、ワインダップ入れる。これワインダップ入れて、カバチの一か月 1.5 ぐらいいくから。っていうか、アイテムを引かされるわ。でけえ、これ。あ、疲れたさっきの持ってきたな。ヒルゲージ削るのにやればよかった。でもこいつまだ半分も削れてねえんだろ。これ入力入るか、連打か。あ、違ったわ。今のだと連打のタイミングだったんだけどな。おや、ミュートスの力とは。いや、お前3回も弾かれてるよ。弾かれてたら本気を出していただかないと。負け惜しみか。負け惜しみしか聞こえねえけど。なんかすごそうなの撃ってくる。なんだそれ。様より授かりし、え、ゴーソーグングニル、その武器くれない。見切れますか。お前何、竜騎士モードみたいなパターンも使えるのか。魔装的なやつか。あー、すげえ威力だな。その息です。これを相手にするのはちょっときつそうだな。すげえ攻撃範囲でかすぎる。待って、やばい。いや、うお。威力はそんなでもないけど、攻撃範囲がやばいな。マジかこいつ、結構すげえ威力出してくる。やばいそれ、危ねえ。わーお、大丈夫かこれ。クライム、なかなかすごい槍出してきたけどな。こいつ本当にワープ得意だな。よし、リミットブレーキ使おう。またよし、余計グングニル、また弾かれてる。グングニルさえ使っ、うわ、なんだそれ、ヘッドマン、なにそれ、なにそれ、やばそうなやつ。うわ、近寄れねえ。なにそれ、リミットブレーキせっかく使ってるのに。あ、なんだそのすげえジャンプみたいなやつ。避けるしかできねえ。おい、リミットブレーク無駄になってんじゃん。なんだそれ、あ、それジャンプして避ける系か。あぶね、うわ、つ、え、つゆ。ごめん、ちょっと舐めてた、君のこと。強かったわ。またなんかすごそうなの撃ってきたら。
でしょ。やばい、オッケー、受けれたけど、反撃に入れちゃったな。よし、でまた弾かれてる。こいつなんか本当に強いのか弱いのかよくわからねえな。アイスターゲル、ガウジ、ガウジが、せっかくガウジを放ったのに、本当にこいつの攻撃なかなか避けれねえな。あぶねえ、あぶねえ、痛いって、ちょっと待って、もうちょっとで、ね、ゲージランもうちょっとで取れる、よし取るか、あぶねえ、よいしょ、このまま、スカーレットサイクル使って、待って待って、手数稼がなきゃ、このまま入るからワインダフ、シャバスの1ヶ月前に入れたいんだけど、入りそう、ギリギリ入りそうだ、よっしゃー、いいダメージ入った、4万5000円。すかさずリミットブレイク使うけど、うわまたそれ、うわなんだそれ、よし避けれる、うわーでも弾かれた、やいてー、あぶねー、そうこいつの攻撃モーションもなかなか使えない、あてか取るから、あの賢者モードになってて、あれは時間限定なのかな、なんか魔力が溜まったら慣れるみたいな、避けれなかった、よし、これに疲れてサイトに入れよう、よし、入った、あ、いてん、ちょっと本当にこいつ強いな、何デッドマンズフィア、これさっきもやってきたやつか、変な無数の上からめっちゃ落ちてくるやつから、あ、やっぱりそういう系だ、よけろよけろ、よし、これなんかよ、とりあえず移動しときゃ当たんねえわあ、これ出た、またジャンプ、あ、連続、ちょっとタイミング合わない、よいしょ、よいしょ、OK、あ、今チャンスこれお前その後の隙が大きいな、よいしょ、この人もリミットブレイク使って次の、あ、それここにちょっと避けれねえな、お前それずるいぞ、自分のなんか自分の方にぶつけても自分は食らわねえぞ、よーし、また弾いた、今のところこのままリミットゲージで削ってきたユルゲージを、いやそれ痛え、よいしょ、よいしょ、あー避けれるか、それ、わっガウジ持ってきたい、よっしゃ持ってった、これはいただいた、よりガラス君お疲れ様でした、さばきのイカズチまで耐えれるかな、耐えるかな、耐えれなかったねざまあ、いや強かったな、ブーブーギル出してからめちゃくちゃ強かったこいつ、なんとか勝てたぜ、よかった、血濡れの紋章、なんか新しいのもらった、ね、スレイプニルが持っていた紋章、あ、いきなりさそっちの名字っぽいっていうか名前で呼ぶのやめてくれる、わかんなくなっちゃうから、ここまでと、え、もうお前ここで死ぬの、ああバルナバス様、あ、バルバナスじゃなくてバルナバスね、ずっと間違えてたわ、ずっと間違えてました、すいませんあっけなかったな、アールバルズ兄さん、おお、ジョシュア無事だったんだ、よかった、あ、ジルは、あ、いた、よかった二人とも無事で、毎度毎度不安でしかないよお前らの生死が残念だけど向こうの屋敷はもうなんかあったのか、マジかよ、こちらも遅かったようだ、戻ってガブに伝えよう、そうだね、一旦作戦を練ろう、どうしたまた復活したりしないよな、いや、なんかまだ正気を感じるのか、あれなんだその青い光は、なんですかそれ、まだ戦いは終わってなかったのか、なになになに、やばいやばいやばい、大丈夫かこれ、何が起きたの、うわマジかよ、お前も出てくんの、そうせくな、ミュートス、なんでお前も出てくんだよ、マザコン国王、バルナバス王、別名マザコン王、我が名はバルナバスザル、アルナバスマザコンにした方がいいんじゃないか、国王、その顔でマジ、マザコンはやめてくれよ下がってろ、もうやるのここで、
嘘だろ、勝てるか今のレベルで。しかも連戦だからな。アールバルズの後だから大丈夫から。やるのマジで。うわ、やるのかよ。なんか手も足も出てない。汗一つかいてないぞあいつ。こっちの必死感だけはすごい伝わる。まあ、つい。さすが武力だけで国王にのし上がった男。スレイプニングをほふったその腕、多少は期待していたのだがな。そんなにあいつ強かったんだ。内なる力は確か。ミュトスであることに疑いはない。ああ、首持ってかれた。ミュトスと呼ぶ。ミュトスとは世界の礎。どういうこと？創世の右利に神を迎えるべき器だ。やはり器なんだな。俺の器予測は合っていた。ジョシアの言う仮説は合っていた。アルテマは俺の体を。何をする気かは知らんが、そう簡単にやるわけにはいかない。俺にはまだなすべきことがある。お前んとこのマザークリスタルぶっ壊すってのが残ってるからな。神だろうが邪魔はさせない。バルナバスちゃんよ、人であることに固執するか。何言ってんのさっきから。御方のおっしゃる通り、その思念を断ち切る。アルテマのことか。え、なんで剣を置いたの。え、どういうこと。ここで権限したりしないよね、まさか。うわー、それは斬鉄剣なのでは。オーディンの武器の、それ今食らったらやばいんだよ。さっきの剣技もそれだったよな。いいんじゃない、大丈夫か。そうだろう、半権限しても一発で。権限化も半権限もしてないバルバナス強すぎないか。やばい、嘘だろ嘘だろ。嘘だろ。ライブ、これほどか、語るに足らぬ。嘘だろ。まだ息あるのか、大丈夫か。え、ジール、大、え、お前戦うの？え、もうガチモードじゃん。ガチ権限したじゃん。嘘だろ、ジール、ここで死んだりしないよね。大丈夫だよね。おい、おいって、ジョシア、こっちだ。トルガル、偉い。忘れ物ちゃんと取ってきた。うん、いや、俺待って、ジルの思想が見えるんだけど。大丈夫かな。いくら召喚獣の力を与えられようと、それではな。え、うわ、強っ。マジか。ジル？え、ジル？そうだろ？え？どうなったの？ちょっと待って。ちょっと待って、やばい、マジで。ちょっと待って。おい、ジルどうなったんだよ。ちょっと待って、俺今ちょっと穏やかじゃねえよ。マジか？どうなったんだ今の。ジル助けてくれよ、頼むぞ。本当に。おい、嘘だろ、ジル死んでねえよな。大丈夫なのか？あ、でもとりあえずクライブは大丈夫か？フェニックスの力は傷を治すことしかできない。あ、でも傷は治してくれたんだ。ありがとう、ジョシュア。あとは兄さんの気力次第だ。それにしても驚いた。こんなところで船を作ってたとは。さながら隠し港だ。あの船は機密の塊だからね。こっそりやらないと。あ、ミスリルの三人魚積んでるやつね。おかえり。ジルはどうだった？様子はどうだ？ジルはどうなったの？ちょっとみんな、
なんでなかったかのように触れねえんだよ。命があるだけ良しとすべきだが、まあ、クライブの戻ってきた時はもうダメかと。命がまあ心配なのはわかるけど、兄さんは全身の筋を狙って切られていました。全身の筋動けなくない？そんな、あえて殺さずにいたとしか思えません。そういうことか。そんなことは、そういうこと。あいつ残虐非道すぎだろ。ロゼフィルド卿、預かります。気が利くね、ガブ君。ありません、小間遣いのようなことまで。いやいやいや、そんなことねえよ。バイロンチさんはそんなこと気にしねえって。わしに構うことはない。ドーンと構えてこいっていうような男だぞ。なんかフランキーの師匠みたいだな。じゃなくて、ワンピースのあれの建造にも多大な資金援助。そこも出してあげたんだ。感謝しきれませんよ。本当だよ、おじさん、ありがとう。ただの小娘にここまでしてくれるなんてさ。自分のこと小娘だと思ってたんだ。あんたたちみんな変わってるよ。あ、クライブよかった。目覚めたんだ。よかった。兄さん、気がついたか。心配したぜ。多くの人を救いたい。きっとそれだけなんだ。それはシドの。君の父さんの。え？え？え？そうだったの？でも結んでいたの？もう嘘だろ？初めて知ったんだけど。まぁ、あ、ちょっと前にそんな感じの話あったけど、流しちゃったけど、ちょっと待って、今日一の驚きだわ。いや、そんなことよりもジルだよ。ジルはどこだよ。ジルが、ほら、ジル。思いっきり切られたよな。盾になったって。大丈夫だ。本当に大丈夫？ジルは生きてる。え、本当？僕もそう思うよ。いや、思うだけじゃなくて確認しに行こうよ。未だ途切れていないから。そうなんだ。その辺はそういうつながりがあるんだな。わあ、一安心した。マジか、よかった。でも捕らえられてるとかそういう可能性はあるよね。ジルはきっとやつのところだ。そうだよね、やっぱり。船はまだ動かせないぞ。どうやって向かうんだ。ミスリル機関の出力に部品の方が耐えられないんだ。何か手はないのか。あ、いや、ジルを助けるためにも早く行動したいんだけども、ね、設計の段階で気づいてたはず。なら必要な部品も。ずいぶん前になるが、壊された隠れ家から物資を回収した。本当に？持ち帰ってからはオットが管理してる。あ、それは何かあるかもしれないね。あるかもしれねえ。バブナイス。俺が行ってこよう。大丈夫クライブ、その体で。ミドと出航の用意を頼む。起きるのか。まだ寝ていなければ。いや本当だよ。支度が終わればそうしますよ。でもジルがそわー捕らえられてるから、やっぱり今それどころじゃねえよな。いやー、これは一足も二足も早くジルを助けに行ってやりてえよな。いやでもジル生きててよかった。死んだかと思ったわ、マジで。小さな希望。おいおい、なんかやめてくれよ。タイトルが引っかかるじゃねえかよ。ふざけんな、マジで。タイトルが引っかかるような単語ばっか出してくんのやめてくれよ。エーテルだまりやアカシアが。いや、おっと、とりあえず外での活動、前のアジトにあった部品をもらいに来たんだけど。カンベルの様子はどうだった？いや、とんでもねえことになってたよ。実は、ああ、また回想っぽく話す感じね。ということがあったんですよ。なーに？そんなことがあったとは。やっちまったな。ひとまずみんな無事でよかった。しかしお前が探してるエンタープライズの部品とやらに心当たりはないな。マジか。じゃあ前の隠れ家から回収したものはどこ。使えそうなものは再利用して、私物なんかは遺品として演者に渡した。え、渡しちゃったの。私物もミドに渡しといたからな。あ、本当に。あ、じゃあ工房のものを探せば何かあるかな。わかった、
念のため調べてみよう。いやー、なんか父から娘ってのが始まった。あー、これなんかちょっとまたなんか思い当たる節があるのかな。シドの遺品を調べるって出てる。父から娘。じゃあ一旦ミドの工房まで行きましょうかね。とりあえずミドの工房にシドの遺品を調べるって2分の2ってあるんで、まずこっちから調べようか。さてこれはなんだ？本か？日誌か？なんだろうね。これはシドの研究記録。研究記録？何の研究だろう？難しいことが書いてある。他を探そう。あ、これはとりあえず船の部品ではないのか。残念。何このこけしみたいなの。いきなり画面に入ってきてびっくりしたわ。じゃあこっちの遺品を調べようか。大丈夫かな。二人がめっちゃ見てる気がするけど。とりあえず今それどころじゃないから調べましょう。これかな。シドのタバコ入れだ。ああ、それはいいよな。さすがにいいよな。あんなわけないか。ないのかよ。なんだよ、違うのかよ。さらにシドの遺品を調べる。え、まだなんかどっか、え、どこにあるんだこれ。シド、ガンベルが襲われてるって聞いたよ。あ、ここにあるの。あ、これなの。いや、さっきなんか目に入って気にはなったけど、このこけしみたいな人形だったろ。確かシドの部屋に置いてあった人形だな。あったっけこんなの。全然覚えてないけど、ちょっと過去の動画見返してみようかな。なんかその中に入ってたりするのかな。人形の底から紙切れが。ビンゴか。何が入ってんだ。ミドエ、初めての発明にとても驚きました。なんで敬語なんだよ。あれは父ちゃんにとって宝物です。だから父ちゃんの宝物もあの中に入れて大切にしまっておきます。そうか、5年前だからミドまだかなり幼かったのか。きっとミドはいつかみんなの夢を叶えるすごい発明をするのでしょう。全部ひらがな。その時父ちゃんの夢も一緒に叶えてくれると信じて、シド。この手紙はちょっとミドに届けてやらねえとな。シドの宝物。え、そういうこと？それがエンタープライズの部品？本当に？え、じゃあこれ持ってけばいいの？初めて作った装置。あ、そういうことか。この手紙を何か知ってるかもしれないな。元に部品のありかを探すって感じなのかな。じゃあまた早速オットの元へ戻ろう。何か知ってるかもしれない。はい、ということでじゃあオットに聞いていきましょう。クライブ、手がかりは見つかったんだ。あ、手紙見つかったんだけど。教えてくれ、オット。ミドが初めて作った装置とは何だ。あ、そうそう、初めて作った装置ね。初めて作った装置。知らないか ?20 年代の中だろ。あ、あれだ。オーケストリオンさ。何それ。知らないんだけど。ミドがいくつの時だったかな。音楽を奏でる装置ってんで。オルゴールみたいなやつかな。大層驚いたもんだよ。なるほどね。それがどうした。どうやらその中にシドが宝物をしまったようだ。探している部品かもしれない。こんなになんか物が入るような大きさだったのかな。面白いな。オーケストリオンはラウンジにある。本当にあるの。調べてみるといい。よかった、ありがとう。オットに聞いて正解だったわ。じゃあラウンジに向かってオーケストリオンを調べようか。オーケストリオンってなんだよ。オルゴールかなんか楽器かなんかなのかな。まあ言ってみればわかると思うけど。あ、これか。BGM 変えれる曲。BGM を変えれるやつね。曲じゃねえわ。やっぱり変だね。え、なんかバグってんの、うん、やっぱり変だよ。お前ら壊したのか。テト、何やったんだ。黒、どうした。壊したか。大変大変。オーケストリオン壊れちゃった。壊しちゃったんじゃないのか。どういうことだ。たまに音が出たり、たまに音が出なかったり。息ぴったりだろお前ら。何か引っかかってんのかな。お前たち何かしたのか。やっぱり疑われてる。全部いっぺんに聞こうと思って、全部いっぺんに選んだだけ。あ、何か。こうやって。それで出てくるような仕組みになってんのかな。なんかガチャガチャの出てきたような音がしたけど。ホラーじゃねえよ。同じこと言ってる。調べてみるからそこをどいて。子供には優しいな、クライム。
いやー、これを調べたらなんか出てきそうから、部品がこの中にやっぱしまわれてるのかな。お、側面から行くの？何か出てくるか？何か引っかかってるみたいだな。どういうこと？治る？多分それ取り出せば治るんじゃない？ちょっと待ってろよ。あ、まあ、せかすんじゃないよ、大人を。すげえカランから言ってんな。これでどうだ？金属音すごいな。音が鳴った。お、治ったんだ。よかった。でもなんかやっぱ引っかかってたんだね。でもこれ知らない音、知らない音が鳴った。シドすごい。どうなの？聞き慣れない音楽だな。おっと、どうしたんだ？オーケストリオンに引っかかってたこいつを取り除いたら鳴り始めたんだ。なんか知ってたりする？なのが引っかかってたの。いや、これなんかもう部品っぽいな。当たりだよ、クライブ。だよね。それがシドの宝物だ。俺なの？やつが見せてくれたのを思い出した。これがミドが最初に作った最後の一片だと言ってたな。夢か。ミドに渡してやれ、クライブ。あ、違うか。オーケストリオンがミドが作ったものだから。なあ、わかった。これはシドが持ってた宝物なんだな。シドの思いと合わせてミドへ。あ、そうだね。手紙は届けてやらないとな。もう完全にでも部品だよね。クエストコンプリート。これは完全にもう部品の形してたわ。俺でもわかったぜ。換金アイテムしかもらえねえ。この自動的に戻るのかな。まだいんのお前ら。珍しい音だったからってそんな居座るなよ。あれでもなんかまだ話してんのか。おっと、二人ともちょうどよかった。え、どうしたの、タルヤさん。タルヤじゃないか。どうした？今しがたザンブレクの王様が出ていったわ。ディオン生きてたの？ディオン・ドゥ・サージュが目覚ましたんだ。よかった。さっきまで寝てたのに。ちょっと目を離した隙に。生きてるのは知ってたけど、昏睡状態だったからな。世話になったって書き置きを残してね。それだけ？オボルスの話じゃ、小舟を買い取って自分で漕いで行ったみたい。マジか、自力で？そうか。でもまあ目覚ましたならよかったわ。彼も僕の世継ぎだ。きっと考えあってのことだ。そうだよね、ザンブレクは全員死んだからな。あんたがそう言うならいいんだけど。彼が希望の光だわ。それにしてもまだ傷も癒えてないのに。王子様ってのは無理するのが好きなのか、ね、目の前にもその無理をする王子様がいるね。伝えておくよ。お前だよ。それじゃ俺はカンベルへ戻る。オットーの目が、いや、ね、お前だろみたいな感じになったら。今のめっちゃ面白かったら。なんか言うんじゃない。みんなによろしくな。あ、そっちか。お前も無茶するなよ。まあそうだよね。お前も無茶するなよっていうことになんか意味がこもってた気がするよ。いや、面白かったな。最後のパーツ十分に支度をしてから入れましたね。出発しよう。え、これもうなんか十分に今支度してから出かけようって出たから結構なんかあれなんじゃないか。わー、マップで、マップになんか出たらこれ選択肢聞かれるんじゃないから、ちょっと選んでみようか少しだけ。あ、いや、ちょっと怖いな。ビビった。でもまあ、今回は割と時間的にはいいとこなんで、一旦この辺にして、次回また続きをやっていこうかな。まあその間に、サブクエストとかできることはちょっとこっちの方で処理しておくっていうような感じになると思います。だからちょっとシドの娘がミドだったのが、まあ、文字的にも合ってたよね。シド、ミド。全然気がつかなかったけど。まあ、あとはジルちゃんがちょっと生きてるとはいえ、とても心配だし、俺がマジで本当にすぐにでも助け行きたいんだけど、まあ、一旦、船を手に入れるところからやらないとね、助けには行けないってことなんで、まあ、次回はそこからやっていこうかな。ということで皆さん長々とご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。